マック坂井の掲示板にいただいた質問にお答えします。デブグロを買われた方がいらっしゃるんですけど、そのね、デブグロを買われた方がね、次に、スタンダード電動化も欲しくなったっていうことで89式を狙ってらっしゃるらしいんですよね。そこで89式の方がゲームにとって有利ですかみたいな質問をいただきました。難しいとこですよね。基本的には次世代の方が感じるのは、なんか命中精度とか飛距離がね、スタンダードよりもちょっといいかなっていう気はしますね。ただし、スタンダード電動ガンでも比較的重心が長めのもの、なんか M14 とか、あと89式もちょっと長いのかな。ある程度ね、重心長が稼げるものっていうのはそれなりに初速が出てると思うので、その辺もいいかなと思いますね。ただ、それがサバゲで有利に吹くかどうかっていうと、違いって言ってもそんなに違わないですよ。倍違うっていうわけでもないし、ちょっとね、届くかな、よく当たるかなぐらいの程度なので、個人的にはそんなに差はないような気がしますね。で、少しでもっていうんであれば、やっぱり次世代になるかもしれないんですけど、それがね、サバゲで有利になることは、距離が離れてるとね、有利になるんですけど、それよりも個人的に思うのはサバゲの戦い方ですよね。いくら例えば向こうがスタンダードで、距離が短いものとして、こちらが次世代を持っているとするじゃないですか。でも性能で打ち合って必ず次世代の方が勝てるかって言われてもそうでもない気がするんですよね。ちょっとスタンダードでも上狙えば当たりますし、スタンダード電動ガンでもね、初速が出てるやつとか飛距離がもう次世代並みのやつもあるし、だからね、それよりもちゃんとね、サバゲで思うのはうまいこと裏を取るですとか、うまいことバリケードから身を隠して打つですとか、そういうことが大事だと思うんで、そんなにね、次世代がそれとかスタンダード電動ガンがっていうのは感じないですね。それは人によって変わってくると思うので、私の意見はそんな風に思ってます。っていうわけで、次世代電動ガンとスタンダード電動ガンのサバゲの向き不向きについてレビューしました。あとね、次世代だと反動があるんですよね、リコイルが。あと音もうるさいので、その辺でね、打っててちょっと音聞こえづらいなっていう時はありましたね。そう考えると、そういうのが気になる人であればスタンダード電動ガンの方が音が静かなので、例えば遠くでなんか物に当たる音とかも聞こえやすいですし、振動とかね、反動がない分スタンダード電動ガンの方が命中率を上げやすいっていうのもあるので、これいつもの質問というかね、私の答えになっちゃうんですけど、何を優先するかかなと思います。で、どっちがね、極端にどうこうっていう話はとてもないと思いますし、どちらもね、次世代もスタンダード電動ガンもいっぱい使われている方がいらっしゃるので全然問題はないかなと思います。というわけで、次世代電動ガンとスタンダード電動ガンについて私なりに意見を述べてみました。最後までご視聴いただいてありがとうございました。